FM Palaloon. FM Palaloon. Friday Brand New Cruise.9月14日金曜日です。時刻は11時16分を回りました。水戸駅南口コンボックス3101階サテライトスタジオから公開生放送フライデーブランニュークルーズ。続いてのコーナーは週刊水戸ノート。このコーナーは毎週このスタジオに水戸で活動を活躍している魅力あふれる人をゲストとしてお招きし、活動内容などさまざまな情報を伺っていく15分間です。出演ゲストは毎週水戸の魅力発信課がコーディネート。これまでも幼稚園児から90歳以上の方まで水戸のキラキラと輝く方々に出演していただきました。さあ今日は男性女性とお二方です。男性はもう3回目のご出演ですね。去年1回空きましたがもう3回目、ニュアージュ後藤さん。そして女性がですね、マジックかなんかしそうですね。あ、プリンセス天功さん、似てるって言われます。確かに。ジャスミンさんです。はじめまして。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。後藤さんも3回目ですね。そうですね、3回目です。よろしくお願いします。去年ね、1回空いて、その前と前と、ね、そうです、今日も踊る奉納やってまいりました。この季節やってまいりました、中秋の名月十五夜に合わせて。僕ね、いつもね、毎年同じ時期にやってる、まあ、同じ時期というか大体同じこう9月の、ね、こうこの時期なのかなと思ったら、中秋の名月に合わせてやってるんで。そうです。あ、中秋の名月結構幅広いですもんね。そうですね、幅広いですね。で今年が、9月24日で、昨年が10月だったんですかね。そうなんですよね、なんか中秋の名月って、ね、知らない人多いですよね。はい、8月ぐらいにあったりもしますよね。年によってはあるんでしょうね。あるんです。結構振り幅が、そう、今年の中秋の名月がじゃあこの辺りなんですか。9月24日ですね。でそのままそのままです。9月29日その日、はい、その日に踊る奉納をやるという。そうですね、はい、これ3連休の最終日じゃないですか。3連休最終日なんですね。3連休続くんですよね。はい、今週の土日月で来週の土日月、いいですね。3、3と続くんですよ。まあ、仕事からちょっと休みがあんまり関係ないけどね。私たちはね。私も同じ、あ、てかまあ、ね、あの3連休だとね、3日間鬼の仕事になるので、結構連休じゃない方がいいんですけども、さあ、もう毎度おなじみになりました第4回目ということで、踊る奉納、はい、今回のテーマが、今回のテーマって言いますか、やっぱり、はい、なんで神社で踊るのか、なんで、奉納するのかっていう、言葉で、人類が言葉が生まれる前から、人間は祈ってたっていう、身体表現っていう、言葉より前にあったという。であと世界中見てもダンスがない国ってないんですよね。全ての国と地域にどんなダンスであれ舞踊があるんで、そして太陽であったり月であったり大地であったり海であったり風であったり、石であったり、そういったものに人間はやっぱり祈りを捧げてきたので、そういった原点に立ち返ってみんな心から祈る。で何に対して祈るかって、まあ、人それぞれみんなあるんでしょうけども、はい、やっぱり先日台風だったり、はい、北海道で地震があったり、災害ですね。そうですね、自然災害だったり、あとは東京で電車乗ってると、人身事故がありました、電車が遅れました、あれイコール自殺なんですよね、大概が。人身事故はそうですね。そうですよね、まあ、100% そうじゃないのかもしれないですけど、はい、自殺だったり、はい、で自然災害だったり自殺だったり、あとは、まあ、海外でテロだったり、死ななくていい、命がなくなってる、もっと生きてくれよっていう、そういった命とかそういった部分、生きろとか、そういった部分を、神様の前で祈るという、体を使ってそうです表現すると。はい、今回この TSHET と書いて、これはサブテーマです。これ何と読んだらいいですか。チェットと言います。チェット、はい、チェット、 TSHET でチェット、はい、輝く命2018、はい、チェットというのはな何語ですかこれ。ですね、古代エジプトの言葉で永遠という意味ですね。永遠なんですね。はい、永遠に輝く命という。そうですね、はあ、はい、古代エジプトはね、永遠にこだわってましたからね。そうですね。そうですか。踊る奉納、はい、チェット輝く命2018、はい、
毎度おなじみ、ね、場所は常盤神社の能楽殿で行います、はい、これちょっと去年はどうだったんでしょうか。去年もですね、はい、去年は9月の下旬とあと10月の4日、うん、2回やらせていただきまして、昨年もですね、まあ、2回やったんだけど昨年のが人数は多かったんですけども、うんうん、あの日本各地から北海道から、九州いろんなところから来ていただきましたね昨年も、はい、今年は9月24日中秋の名月3連休の最終日月曜日常盤神社能楽殿で時間は、13時からスタートですね。これかなりの方々が、はい、アーティストの方々が演目されますが、はい、1時からで何時ぐらいまでやってるんですか。17時までです。途中休憩をちょっと挟みまして、はいはい、今年何組の方が、約20組ですかね。20組、はい、うん、こうチラシにね、裏にあのザーッとこうアーティストの方が出てるんですが、そうですね、今ねあのまたちょっと改めてご紹介します。ジャスミンさんはこれベリーダンスをされる方ですね。はい、そうですね、うん、ベリーダンサーでいいんですか。あ、大丈夫です。あ、ベリーダンサーのジャスミンさんの他に後藤さん、はい、どんなジャンルの方々が、ですね、僕自身がコンテンポラリーダンスというのを振り付けをやってますので、はい、職業が、まあ、振り付け師なんですけども、ですのでどうしてもやっぱりコンテンポラリーダンサーですとか、うん、あとクラシックバレエのバレエダンサーが多いですね、はい、楽器持ってらっしゃる方もいらっしゃる。チェロの生演奏で踊る方もいますし、あ、なるほど、そういうことです。あと最近珍しい、何ですか、クリスタルボール。クリスタルボール、私も見て聞いたことしかないんですけども、うん、まあ、クリスタルボールですとか、あとは全然なってないなんかガラスのコップをなぞるとウィーンって音がするようなそんなイメージでしょうか。今びっくりした。クリスタルのボールですよ。手で一生懸命やって見えないですけど、一生懸命後藤さん手でこうやってますけど、いや違う、方にすみませんね、言葉よりね体が動いちゃうんですね。そうか、さすがにコンテンポラリーダンスですよね。はい、さあそれはジャスミンさん、はい、はい、ジャスミンさんは、どのような、まあ、まずですね、はい、そのベリーダンスを始められたのがきっかけは。あ、私はそうですね、最初はクラシックバレエだったんですけれども、はい、まあ、ちょっとトーシューズが合わなくなってしまい、はい、あの裸足で踊れるあのベリーダンスに惹かれて、はい、もう気がついたらプロになってました。あ、プロなんですね。あ、そうですね、はい、あのジャスミンベリーダンススタジオを主催させていただいてます。あ、それはどちらで。あ、水戸市南町にあの教室がありまして、あの小学生から50代までの老若男女が言えたいますので。じゃあジャスミン先生なんですね。あ、そうですね、はい、そのベリーダンスっていうの発祥は、はい、諸説あるんですけれども、あの古代エジプトあのレリーフにやっぱりこう祈りを捧げて踊るあのレリーフが見つかってるんですよ。それがまああの起源なんじゃないかと言われております。だから巫女舞が起源ですね、ベリーダンスも。今回ね、この9月24日の奉納、はい、踊る奉納にご出演は初めてです。あ、そうです、初めてですね。この今回の踊る奉納、ね、はい、チェット輝く命なんかこうご出演するにあたってこんなことを表現してみたいとか、はい、あ、そうですね、私はちょあの、まあ、ベリーダンスといっても創作ベリーダンスの方をあの得意としておりまして、うん、あの今回常盤神社で踊るということで、あのそれにちなんだあの演目をあの創作いたしました。あの皆さんご存知かと思うんですけれども、常盤神社はあの徳川光圀斉昭公があのお祭りされているあの神社ですね。でこの徳川光圀公、あの水戸黄門でおなじみの光圀さんですね。こちらのあのあざなが子竜、子供の竜と書いて子竜というお名前だったそうなんですね。でここからあの J2 水戸ホーリーホックのホーリー君も竜の形なんですよね、はい、でだからあのここから私もあの竜にちなんで竜神をあの演じたいと思います。竜神、はい、竜の神様ですね。じゃあ今回のベリーダンスは竜にちなんだ、はい、ダンスという創作なんですね、はい、しかもあの4曲あの音楽を4曲構成したものなんですけれども、まあ、あの全部竜にちなんでいるのと、あと茨城にちなんだ曲もあの使ってますので、あのぜひ当日はあこれ茨城にちなんでるってこう、ね、分かっていただけると嬉しいですね。聞いたり見たりして、はい、分かると思うので。出番は何時頃ですか。実はこれ当日くじ引きで決まるんです。マジですか。だからこれ1時から5時までの間何時に登場するか分からないですね。分からないです、すいません。その日にならないと分からない。これ後藤さん決めたんですか。はい、今
去年もそうでしたっけ。もう毎年くじ引きなんです。くじ引きなんです、はい、だから私も何時かわからないです。これ要するに全部見ろってことですよね。あ、そうそうです、ね、あの要はですね、北海道から熊本、福岡からみんな来ちゃうんですね。アメリカで活躍されてる方も方もいるんですよ、はい、そうすると順番誰が1番にするとか2番3番って決めるのができないんですよね、ええ、そんなもん、はい、鳥大鳥とかありますからね、そうです、そうなんです、ええ、公平にという公平にくじ引きにしちゃいました。そうですか、はい、さあ、お時間迫ってまいりましたが、後藤さん、はいはい、今回の見どころ、まあ、去年一昨年と違うところですね、これ今回はちょっとそうですね、この、まあ、フライヤーの中に6つの木の実たちっていうのがあって、この子たち、子供たちなんですけども、本当だ、ね、実は水戸とか茨城の子供たちかなと思うと全然違くて、うん、神奈川県の横須賀から来るんですね、横須賀市から毎年来てくれるんですよ、はい、朝家族全員で、じいちゃんばあちゃん連れて車で、でどういうことを普段やってるのかなっていうと、プロ野球のジャイアンツだったり、はい、西武ドームであったり、はい、子供たちのチアでやってる子たちなんですね。そうなんです。その中から今年も行くって手を挙げた子たちが今年は6人やってくるんですね。去年はどういうダンスダンスです、ダンスです。能楽伝でやるんですね、はい、普段はチアをやったりダンスをやったりするんですけども、今回は能楽伝用に、まあ、ダンスを先生に振り付けてもらってやるんですね。子供たちのエネルギーってすごいですもんね。その隣にですね、黒い帽子をかぶったフライヤー、まあ、ちょっとラジオなんで分からないと思うんですけど、東京大学の先生が来ちゃったりするんですね。これ黒のスーツに黒のネクタイに黒のハットのね、はい、5人組のダンディーな、そうですね、この中に東大工学部の先生もいるんですね。すごい、東大の先生まで踊ってしまうという踊らせてしまっちゃうんですね。まあ、特にもう自由にですね、自由ですね、はい、はい、その能楽伝で披露するという、そうですね、踊る奉納チェット、はい、輝く命、これは9月24日月曜日です。1時から5時ぐらいまで、そうです、観覧無料ですから、無料です、雨天決行です。そうですね、はい、はい、ぜひお越しいただきたいと思います。さあ、それでは、最後にじゃあまず後藤さんから皆さんへ、ですね、踊る奉納の宣伝で来たんですけども、今日ですね9月14日、私にとって非常に大切な人の誕生日なんですよ。誰かというと、矢沢永吉さんなんですね。そうなんですか。矢沢永吉さん、さっきね、私もね、午前中紹介しました、はい、そう、 A ちゃん今日誕生日です。誕生日、そうです、何歳かというとロックなんですね。69歳。大切な日だ。大切な、来年70、当たり前なんですけど古希なんですよ。そうですね、古希で古希の矢沢永吉の、うん、止まらない母が聞きたいんですね。ああ、これ今かかんないですけどね。今かかんないですけど、今日の、リクエストを後でかけましょうか。ぜひお願いします。あるかな、あるかな、A ちゃん何かかければいい。 A ちゃん何か、止まらない母か、もしくは、トラベリンバス。ディレクター困ってます、お願いします。矢沢駅さんの誕生日ですから、ハッピーバースデーですから。このコーナー始まる前だから気にしてたんですね、このリクエストできるのかなって。そうです、なるほど、今日矢沢駅さん69歳、ロックの誕生日、ロックの誕生日。あと全然イベントと違うこと言ってます、ね、部活がね、はい、僕大学の時日大キックボクシングでした。キックボクシングですね。キックボクシング。私もリングアナウンサーしてますから、はい、そうですね。ぜひ今度私にリングアナウンサーやってる時にお越しください。わ、はい、かりました。はい、僕からはジャスミンさん。はい、私もね、命を燃やして一生懸命龍神踊りますのでね、はい、ぜひ皆さんにも幸せが訪れますように。はい、龍神ですね。はい、龍、はい、にちなんだ。はい、はい、楽しみです。9月24日月曜日、3連休最終日です。踊る奉納チェット輝く命、今日は、主催者の、ニュアージュ後藤さん、今日3回目のご出演、ベリーダンサーのジャスミンさんでした。またお越しください。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。 FM パラルーン、 FM パラルーン、 Friday Brand New Cruise。